実家の、風呂場、着替えるところなんですが、非常に寒い。なので震えながら着替えて風呂に入って、風呂から出てきて震えながら着替えるっていう、そういう状況です。まあ、ここに二重窓をつけようということで部材を集めました。値段は出てると思うんですけど、 Amazon で買うよりも、どこで買った、ヨドバシで買ったのかな、ヨドバシで買った方が安かったですね。見えるかな、ここなんですけど、レールに何もなければ別に問題は何もないんですけど、ないっていうか、まあ簡単なんですけど、うちこの洗面台の電気をですね、なんかここから撮ってるんですよ。見えたかな、ほらあそこ穴開いてますよね。見えるかな、穴開いてますよね。あそこから導線が出てるんですよ、ここからね。もともとはこいつがあそこにあって、でここにコンセントがあって、まあ、こいつですよ、こいつがあったんですよ。でこれを外して、まあ今見えないな、なってるんですけど、ここにまず木を置いて1枚、導線を逃がして、でその上からまた木を1枚重ねるっていうやり方で、まず土台を作っていこうかなと思います。切りました。絶対見えないな、あそこ。ああ、一番奥から来て導線を逃げて、こんな感じ。1段目、ジャストです、ジャスト。2段目乗っけました。木自体がちょっとね、たわんでるんで、若干こう歪みうねってるのもあるんですけどね、だいたいこの上に乗っけていきますよ。中、ん？窓、内窓。はい、じゃあですね、メジャースケール、で実測するんですが、164.8センチくらいですよ。うん、高さが67.5。はあ、カメラに入りきらない、これでかいですよ、すごい。180当然ありますね、180ある。これが大事なんですよ、これ。あれ、これさえあれば猿でもできるんで。よし、じゃあお猿のチグリちゃんと一緒に作っていくぞ。手順1、レール取り付け部分の確認。うん、32mm、だいたい開けたつもりです。有効寸法が 32mm 以上で取り付け可能ですので、レール取り付け位置を確認し、うん、これもだいたいだよね、つけましたよ。窓枠内寸測りました。本当は、ちゃんと、ピンときてなかったかな。本当は3箇所、ちゃんとね、左の縦、真ん中、右の縦、測らないといけないらしいんですけど、横着しました。これ横もそうですね。斜めまで測らないといけないの？うん。横カバー切ろう。673？ 両面テープはスコッチの厚手両手両面テープ 25mm、長さが 10m、 厚み 0.5mm、 奥内容。これをこれしっかりそこ測んないとダメだ。これしっかり測んないとダメだ。これダメだ。目印をつけて、目印をつけて
よし。全然わかんねえか。貼ったんだけど。こんな感じ。横枠。ピンとくるかな。横枠。2mm 開けた。手順3、パネルとフレームをカットする。あれ難しい。合ってるかどうかわかんないけど、648と818だな。フレームが664で、パネルが648。パネルのカットこれ大変そうだな。よし、切ってくぞ。でけえなこれ。でかいよ。へえ。サイドから同じ長さを測って、点を打って、マジックで線を引いて、カッターで跡をつけて、今、ノコギリで切ってますけど、これなかなか環境なかったら、綺麗に切れないと思いますよ。同じ高さにして、やるようにしないとガタガタになるっていうか、これ大変だな、こっち側切るの。よーし、切ったぞ。ちなみにですね、これから作る人気をつけてほしいのは、僕やらかしたんですけどね、フレーム切ってくんですよ。フレームね、横カバー、上下のレールで切ってって、僕他のことしながらちょっとやってたんですけどね、ここ数字入れるでしょ。フレーム切っちゃうんですよ、この長さで。フレーム、フレーム、フレームって来てるんだから、フレームを続けてくれればいいのに、途中でパネルが入ってフレームなんですよ。なので、パネルの長さで僕フレーム切っちゃった。まあでも、リカバリーできたんでよかったんですけど、まあそんなことがあるんで、皆さんね、これ、作るとき気をつけてください。フレーム、フレーム、フレーム、パネル、フレームってなりますんで、気をつけてください。まあそんな猿みたいな人、僕くらいで失敗で、いきますよ。パネルにフレームを取り付ける。軽くはめて、これならトンカチいらない。じゃんじゃじゃん。違うな。